さあ始まりましたバスケートーク。イエーイ。このコーナーは毎週火曜日、フリーアナウンサーでボールトリップライターの木村さんと一緒にバスケについて扱っているコーナーです。 A さん、今週もよろしくお願いします。お願いします。今週もね、先週に引き続き B リーグチャンピオンシップが熱い中で我々も収録してますけど、はい、大丈夫ですか？タッキーが若干疲れた感じがしてますちょっとね、先週もなかなかギリギリのところでやってたんでもうね、その代わりに本当に多くの反響をいただきまして嬉しいですね。みんなこのコーナーを見ながらね、チャンピオンシップ楽しんでくれてるみたいで本当にありがたいんですけど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ先週もね、いっぱいコメント来てたんで、はい、いくつか紹介していこうと思います。先週はね、チャンピオンシップの振り返りと試合のプレビューということで、ちょっと2つに分けてやってたんですけど、まずはですね、チャンピオンシップの振り返りのところで、まあ、先週は長塚さんにもね、参加していただいて、琉球のね、ピッペンは今村選手っていう話題も出たところで。これは琉球ファンの方ですかね。ナンクルナイサーさん。いつも楽しく見てます。琉球のピッペンとは渋いということで反応していただいてね、よかった。ちょっと一部ごく地域で浸透し始めたような気がしますそうですね。石島隆さん、 MVP は LJ ピーク選手だと思います。うん、僕らはね、MVP に今村選手挙げてましたけど、確かにね、宇都宮の LJ ピーク選手もすごい活躍したもんね。やっぱり彼はなかなか止められない。間違いない。うん、でじゃあちょっと、もう一個のね、はい、セミファイナル予想の方の動画のコメントもこれめちゃくちゃいっぱい来てて、ありがとうございます。30件ぐらいコメント来てたんですけど、そうですね、なんか結構皆さんこうコメント欄で予想してくれたりしていて、嬉しい。みんな当たって、猫パンチさんですね、琉球の優勝を願ってるけど千葉が優勝しそうなんだよな点ということで、優勝予想はじゃあ千葉なのかな。そうですね、なるほど。琉球ラブさん、簡単なことではないが琉球の優勝を応援してる、このマークということで、本当にね、この琉球ファンの方もすごくたくさんコメントしてくださって、ねえ、皆さん熱い熱いですよね。ありがとうございます、本当にありがとうございます。もう一個、はい、ガーランドさん、この4チームで決勝行くチームって言われるとマジで想像つかない。セミファイナルどこのチームも激闘な予感がします。自分自身のメンタルを保てるかが心配ですということで私メンタル崩壊しました本当にね、この見てる我々もなかなかこう疲れるというか息が詰まるゲームばっかりでね、なんか多分どのチームのファンとか応援しているとか関係なく、どの試合を多分フラットに見てても、なんだろう、神経すり減るというか、疲労度、見終わった後のはぁ、みたいな感じになります。まあそんな中で今週もちょっと見ていきましょうか。お願いします。まずはね、ちょっと B2 のファイナルと3位決定戦があって、そちらの結果見ていこうと思うんですけど、はい、B2 のファイナルはね、第3戦までもつれた末に群馬クレインサンダーズが優勝しまして、おめでとうございます。いや、こちらもねすごい激戦だったんですけど、3戦目はね、最後群馬が98対75という差をつけて勝ちましたね。最後の最後でやっぱり群馬のね強さを出したっていう感じですかね。やっぱりレギュラーシーズンからね、本当ダントツの強さを見せてくれていたので、この結果はまあもう納得なっていうのはすごく感じるし、今シーズンね、本当マイケル・パーカー選手はじめ補強とかもすごくしっかりされたじゃないですか。それがちゃんと実を結びましたよね。いや、本当そうですね。最後の最後までこう強さを維持して優勝まで突き進んだって感じですね。なんか先週ジャパンタイムズの長塚さんが B1 のねチームともやり合えるみたいなお話されてたじゃないですか。来シーズン楽しみですよね。いや、本当そうですね。
本当にもうファンの方も熱いですしね、B1 でやっていけるっていうベースはもうできてると思うんで、はい、本当、まあ、茨城もそうですけど楽しみですよね。ね、で総一郎がねゲーム2の方取材に行ってくれたので、ちょっとそれ以上のレポートを紹介していこうと思うんですけど、まあ、ゲーム2はね、群馬の敵地で茨城がやり返して1対1持ち込んだっていう試合だったんですけど、はい、まず福澤選手ですね、さっきゆかりの選手だ、同級生なんですけど、本当この試合も活躍していて、これは試合後ですね、昨日の、第2戦の試合後、うん、群馬茨城にとっても最後の試合になるんで激しい試合になりますし、下手したら荒いファールとかもあるかもしれないですけど、しっかりリスペクトした上で最後なんで、お互いに楽しんでいいプレーができるようにお互いして、欲を言えば僕らもしっかり勝てるように頑張りたいと思いますということで、なんかこう印象的なのはその、まあ、お互いね、こう昇格が決まっているので最後までこう楽しむとか、うん、そういうコメントが結構多かったみたいで、そうですね、うん、大きな目標の一つとしてはね、2チームとも達成されましたからね、うん、本当そうですね、やっぱお互いこういい終わり方でシーズン終えられたので、まあ、来季につながっていくかなっていうのは思いますよね。楽しみです。で総一郎の見た感想としては、はい、やっぱり群馬はパーカー選手、まあ、それやっぱり、うん、まあ、千葉でもねずっとやった本当に名選手ですけど、はい、B1 経験者として攻守ともに活躍していた、2戦目は負けたけど12得点8リバウンド7アシスト2スティールと年齢を感じさせないプレーで、うーん、先週長塚さんもね、桜木 JR 選手になぞらえてましたけど、そうですね、本当にそれぐらいの領域になっている感じがしますよね。うーん、もしねパーカー選手が来シーズンも群馬に在籍していらっしゃるのであれば、また B1 の舞台でパーカー選手の活躍が見られると思うと個人的にもすごく嬉しくて、本当そうですね、うん、ファンの方もね本当に待望の再会って感じだと思いますし、ね、千葉との対戦とかね見たいですよね、バチバチになりそうです ね。で総一郎がもう一個言ってたのはやっぱり群馬は B1 の経験者が多かったということで、はい、まあ、B1 経験がねベンチ入りの12選手のうち9選手が B1 経験があったということで、その辺もやっぱりねこのプレーオフとか独特の空気に慣れていたのかなということで、確かにね、うん、そういう経験っていうのは大きいですよね、うん、そうですね、やっぱりこう最後はその辺が出たかなっていう感じですね、うん、なるほど。でエリさんもね、はい、B2 の3位決定戦、3位決定戦の方にで私が行けたのはゲーム1金曜日に行われた試合だったんですけど、仙台 89ers と越谷アルファーズの試合に行ってきて、で場所は埼玉県の春日部市だったので、まあ、越谷のホームという感じだったんですけど、1戦目は仙台がその試合は勝利をしたんですね、うん、で、まあ、結果としてゲーム2ゲーム3を越谷が取り返して越谷が3位という結果にはなったんですけど、すごくそのゲーム1の終了の時に仙台の桶谷ヘッドコーチのお話がすごく興味深くて、やっぱり見ていても、まあ、越谷は B1 のライセンスは持っていないけれど仙台は B1 の昇格がかかってたじゃないですか、しかも今年は東日本大震災から10年という年だったので、なおさらこのタイミングでね B1 にっていう思いもあったと思うんですけど、残念ながら先週それが果たせなくて、で越谷も優勝は狙えない、でも3位決定戦ですぐ翌週に行われるっていうので結構こうメンタル的にも難しさっていうのは正直あったと思うんですよね、うん、でもチームとして仙台もそのやっぱりこのシリーズこの試合っていうだけじゃなくてこの先の仙台 89ers につながっていく、だからそのチームのカルチャーを作っていくっていうことをすごくおっしゃっていて、あ、なるほどなって思ったんですよね。絶対そのプレーオフとかで戦った経験とかこの3位決定戦で戦った経験、もちろんその B1 目標を果たせなかった悔しさも若い選手とかも多いから絶対にすごい財産になるので、で、やっぱりそのクォーターファイナル明けの練習の時にヘッドコーチも選手たちがどんな表情で来るのかっていうのは結構気にしてらっしゃったんですって。でも練習の時からすごく集中して
この次の試合に臨むっていう姿勢が見えてたので、自分ヘッドコーチとしてもかける言葉を実は用意していたんだけど、そんな言葉はいらなかったんですっておっしゃってて、そうだから越谷も仙台もやっぱりそのシーズンを勝って終わるか負けて終わるかっていうのはまたちょっとね終わり方も違いますし、いろんな課題と収穫があるシーズンだったので、それが来シーズンにいい形でつなげられたのではないかなとは思いました。そうですね、やっぱりこれで2チームが群馬と茨城が抜けて、来シーズンは、ね、まだ B2 戦うことになりますから、この仙台と越谷っていうのはもうね、昇格にかけてやっぱり筆頭の2チームだと思いますし、ないでしょう、でまあちょっと前の ケースでいくとね、信州もやっぱりその B2、B1 ライセンス取れなくてで優勝したってことがありましたから、絶対その経験っていうのはね、次のシーズンとかに生きてくるはずなので、越谷もここで3位を取ったっていうのは大きかったですよね。やっぱりね、あのヘッドコーチは高原ヘッドコーチなんですけど、やっぱりその横にね、やっぱ桜木 JR さんがいらっしゃるじゃないですか、今はね。なんかその存在の大きさというか、バッツ選手とかね、外国籍選手ともすごくよくコミュニケーション取られてましたし、なんか最初、あ、本当にいるって思っちゃって、そんな感じでした。まあ、桜木選手もね、本当に大ベテランでずっとリーグを知ってた選手なんで、その辺でもやっぱり大きな力になってくれるはずですよね。もう今はスーツ着てね、コーチとしてアドバイザーリー、アドバイザリーみたいな感じでいらっしゃいますけど、ユニフォーム着て出たらいいのになってみんなちょっと思っちゃうような感じでね、雰囲気はやっぱそのまんまでした。まだ全然いけそうな感じもしますしね。出ると思う。はい、じゃあちょっとここからはね、 B1 のチャンピオンシップセミファイナルの方を見ていこうと思うんですけれども、まずは宇都宮と川崎のシリーズからですね。はい。はいはい。結構すっきりした顔されてるんで、もうちょっと。いや、あの丸一日空いたじゃないですか。今これ月曜日の夜に収録してて、まあ金土でね、シリーズが終わって、日曜日が空いたので、まあ一日後現実逃避を経ての今なので、まあだいぶなんかすっきりは、すっきりしてないんだけど、さすがにね、下向いたまま収録できないから。そうですね。ね、こちらね、ゲーム1が宇都宮が68対65で制して、で、ゲーム2でも、96対78ということで、まあ、2戦連続で宇都宮がこう強さを発揮してスイープでファイナル進出したという感じのシリーズでしたね。いや、まあ、川崎からすると完敗っていう言葉に等しい感じで、もうどこの面を取っても宇都宮が本当にもう素晴らしかったというか、なんか負けてしまった川崎サイドから、そのいや実はね、試合がだから明けて次の日か、昨日日曜日にそれこそ長塚さんとずっと LINE で話してたんですよ。そのなぜ川崎が負けてしまったのかとか、宇都宮のどこが素晴らしかったのかとか、もういろんなことをいっぱい喋ったんだけど、もっとしっかり研究しないとこの試合に関してもね、このシリーズに関しても答え出ないなっていう結論になったんですよ。もうだからタッキーに今日聞こうと思って。いや、僕も正直やっぱり川崎の方を優勢かなと思ってたので、はい、まあ、先週も言いましたけど、やっぱり宇都宮のこのチームの統率力とディフェンスの破壊力っていうのは、本当全然僕が思ってた以上のもので、すごかったですね。あの川崎がビッグラインナップ全く機能してなかったし。まずもって、あ、これがホームコートアドバンテージなんだなっていうのもすごくあって、レギュラーシーズンから、その、宇都宮の会場ってすごいじゃないですか、ファンの皆さんの圧が。本当に素晴らしいんだけど、まずチャンピオンシップになってからクォーターファイナル、セミファイナルってその圧の度合いのレベルがどんどん上がっていくでしょ。もうそれが本当に素晴らしくて、多分だから川崎の皆さんからしても
思ってた以上のそのホームコート宇都宮の圧っていうのはまずあったのかなっていうのは感じて、うん、あ本当にホームコートアドバンテージを取らないとこういうリーグでの戦いって今後本当に大変になるなっていうのを感じました。うん、そうですね、やっぱあのホームコートは、まあ、先週とか先々週の放送でも言ってますけど本当にね、うん、ホームコートアドバンテージって感じなので、うん、あれは本当に大きかったなって、間違いなく一つの大きな要因だったなって思いますね。なんかこう出だしからなんかこう本当そのかなんだろう感じに飲まれてるというか、もう見てる私たちも飲まれちゃうぐらいな素晴らしさがあって、今まで以上に宇都宮の皆さんが研究し尽くし対策を練りに練って本当に素晴らしい準備をされていたような気がしました。そうですね、それは間違いなくそうですね。多分先週の放送で僕があのファジーカス選手がね、うん、ちょっとこう戦い方を変えてうまくいってきたっていうところがあるってことを言ってましたけど、うん、なんかそれがもうなんか悪い時の川崎に戻ってしまったというか、はい、まあ、そういうふうにね宇都宮がディフェンスでやっていて、なかなかこう川崎がパスが回らずにねこう単発のシュートで終わってしまったりとか、そういう場面が多くて、結構ファジーカス選手は点取るんですけど他の選手がこう絡めないというか、プレーにこうファジーカス選手を孤立させるようなうまいことをディフェンスをされていて、で逆にこう宇都宮でいうとロシター選手はねこう黒子に徹するじゃないですけど、ゲーム1なんかは得点は8得点ですけどリバウンドは11本、アシストも11本ということで、ロシター選手が逆にこうファジーカス選手がやるべきだったプレーをやっていたというか、その辺はやっぱりこのチームとしてのこう遂行力っていうところの違いが出たのかなっていうのは思いましたね。前にそのレギュラーシーズンでね川崎がなかなか勝てなかった時期に、うん、そのやっぱりその川崎はタッキーがスリーポイントが入って波に乗るんだよっていうリズムをね、作るんだよっていうのを教えてくれたじゃないですか、うん、でそれからやっぱり見ていくと川崎って本当にスリーポイントが入ってくとどんどんやっぱり波に乗ってリズムが出てくるっていうのがすごくよく分かって、で今回このシリーズで言うと本当にスリーポイントに対するディフェンスが素晴らしかったので全然、まあ、打てない入らないっていう、やっぱり自分たちでもそういうオフェンスのリズムを作れなかったっていうことなんですよね。そうですね、第一戦でいうと20本中6本、はい、決まってないですし、第二戦では9本決めたんですけど逆にね宇都宮が18本決めたりしているので、うん、この辺はやっぱりこう川崎の武器っていうのは出しきれなかったところありますよね。らしさをあんまり見ることができずに、そうですね、ちょっと本当に終わってしまったというか、もうゲーム2に関してはもう最後後半ちょっと崩壊じゃないですけど、見ていて本当に辛くなる展開になって、でちょうど私がこの先週のバスケでトークのあのセミファイナル予想の時に長塚さんになんでそんなテンションが爆上げにならないんだって言われたじゃないですか、でチャンピオンシップの要は宇都宮のホームでの対戦っていうのにはやっぱ苦い思い出があるって話をしたと思うんですけど、私が見ていてちょっとそのトラウマが蘇るというか、ニック選手がやっぱりファールアウトをしてこう大敗するっていうのをやっつけられてしまうっていうのがまたあったので、なんかちょっと切なさと心の傷がえぐられた感じの負け方をしました。確かにそうですね、ちょっと、まあ、先ほどエリさんも言ってましたけど完敗っていう言葉がね出ちゃうぐらいの第2戦は内容でしたよね。第1戦に関してはね最後の最後まで分からなかったですし、あと、まあ、勝機はあったと思うんですけど、やっぱり痛かったのがターンオーバー、はい、まあ、多分第4クォーターで5個ぐらいねしてましたし、本当にもったいないポジションが多かったですし、まあ、それももちろん宇都宮のねあれだけ激しいプレッシャーがあってこそのターンオーバーなんですけど、やっぱその辺をもうちょっとこうしっかりボールを扱えていたらね第3戦まで行ってただろうし、そうですね、やったものだったか分かんないっていう感じはありましたよね。正直こんな高カード、うん、なのでゲーム3まで見たかったなっていう
思いもすごくあったし、なんかこう本当に昨日長塚さんともずっと喋ったんですけど、 LINE してて、そのいろんなことを挙げて、その準備の対策だったりとかもそうですけど、圧もね、ホームコートアドバンテージとかもあるけど、まずなんだろう、気迫、選手たちのエナジーとか気合の入り方もすごく、宇都宮の皆さんの表情とか目つきとかが全然やっぱりレギュラーシーズンとはね別物じゃないですか。本当に優勝するんだっていうのがものすごく伝わってくる、なんかそういうところもなんかちょっと差があったように見えてしまうし、あとなんかこう、安西ヘッドコーチが、もちろんヘッドコーチなんだけど、サンスアシスタントコーチとかも結構前に出て、もうどっちがヘッドコーチかわからないぐらい指示を出されたり、こう、お話しされるじゃないですか。やっぱりこう、川崎のベンチがちょっと静かに逆に見えてしまうというか、全部がこう、暑さが、宇都宮の方がこう、画面越しでしたけど、なんか私は伝わってくるような感じがしたんですけど、タッキーはどうでした？いや本当そうですね。一つのルーズボールにしても、声の出し方にしても、やっぱり宇都宮の方が激しかったですし、その辺が最後こう、佐藤して出たのかなっていう感じはありましたよね。試合がね、ゲーム2が終わって、もちろんゲーム2の最後のあの辻選手とかのプレーとかも胸をすごく熱くしたじゃないですか。でね、終わった後に涙を流してらっしゃる姿とかも見て、なんか、一つのね、またこうシーズンが終わったなってかみしめました。逆にね、宇都宮で言うと本当にホームで第2戦は本当に素晴らしい理想的な形でほとんど完璧だったっていう試合をしたので、田臥選手もね最後出て3決めましたし、なんかもちろんクォーターファイナルも素晴らしい内容だったと思うんですけど、またセミファイナルでさらにこのギアが上がって完成度がよりまた高まって、シーズン通してのこの完成度の高め方が本当に理想的すぎるというか、いやなんかすごいな、どうやったらそれができるんだろうみたいなのも感じるし、さっきね、仙台の話で桶谷ヘッドコーチがカルチャーっていう言葉をおっしゃったって話をしたじゃないですか。そういうのとかを聞いてて、あ、宇都宮のそのカルチャーっていうものがすごく全選手に同じカルチャーを持ってるっていうのを感じたんですよ。なんかそれってシーズンを通してそういうものがちゃんとみんなの中で作られて同じものを共有しているから、こうやって完成度の高いゲームができるのかなって。そうですね。どうやったらそれが作られるんだろうっていうのは知りたくなりました。本当にね、やっぱりファンもチームも一体感があるっていうのがやっぱり強さの秘訣ですよね、宇都宮は。すごい、本当にありきたりで申し訳ないんだけど、すごいなって思いました。でもう一個のカードで言うと琉球対千葉ですね。はい、こちらは僕らも先ほどまで見てましたけど、第3戦までのもつれた末に千葉が、勝ちましてファイナル進出を決めましたね。これが3大会連続ですね、ファイナル千葉は。いやーさあすごいでしょう。もちろんね、昨シーズンは途中で中断してしまってなかったですけど、3大会連続でファイナルまでたどり着くって、もちろん選手たちも、ね、大野ヘッドコーチも素晴らしいですけど、いやチームスタッフの皆さんとか周りの皆さんも本当に素晴らしいんだろうなって思いました。琉球はね、チャンピオンシップのクォーターファイナルも3戦まで戦って、まあ、全部沖縄ありだったんですけど、やっぱちょっと最後はねガス欠気味だったというか、最後の最後はちょっとやっぱり千葉の総合力の高さに圧倒されていたなっていうところがありましたね。そうですね、やっぱりクォーターファイナルであの鉄人2人を相手にゲーム3までね、本当に体ボロボロになるまで戦って、いくらホームコートだったといえど、また千葉は今度は幾何枠を持つね東の強豪チームで、もうさゲーム3も1クォーターも途中でもうクーリー選手の体が真っ赤になってたじゃないですか。いや相当しんどかったんだろうなって思いました。
第3戦で言うとね、本当に前半は互角、全くの互角の展開で、まあ、後半ちょっとね、やっぱり少しずつそういう場面、そういう部分、その体力とかスタミナとか、あとやっぱり千葉の総合力の高さとか、そういった部分の差がちょっとずつ出てきたのかなっていうシリーズでしたよね。いや、千葉もコロナでね、感染してしまって、チームの活動できなかった期間があったけど、ここまた完成度高いですね。千葉は本当にね、この沖縄アリーナで3戦やって2勝するっていうのは、本当にまあチャンピオンシップで相当なこの自信だったと思いますし、うん、まあ、ホームじゃない中でよくこれだけね勝ったなっていうところで、うん、本当にやっぱり千葉も宇都宮と一緒でね調子を上げてきてるので、本当にまあファイナル楽しみだなっていう感じでしたね。やっぱりキーマンはシャノン・ショーター選手だなって見てて思いました。そうですね、うん、先週のね、僕らのトークの中で長塚さんがね、シャノン・ショーター選手が本当にすごいということを言ってたんですけど、特に第3戦ですね、今回のシリーズでいうと、まあ、第1戦第2戦もね2桁得点上げて、まあ、普通に活躍はしてましたけど、第3戦やっぱりシャノン・ショーター選手の存在っていうのが一個このディファレンスメーカーじゃないですけど、うん、被害を生んだっていうところでしたよね。シャノン・ショーター選手を田代選手とかね、今村選手とかが守るけど、うん、やっぱりそこも大変だったんだろうなっていうのはね、疲労度とかを見ても分かりましたよね。いや本当にね、琉球の選手は本当にうまく第1戦第2戦守っていたんですよ。田代選手にしろ、うん、今村選手にしろ、まあ、冬選手もそうですよね。そうですね、うまいことローテーションしてなんとかこうボールを渡さないようにとかしてたんですけど、うん、やっぱりこの第3戦になってシャノン・ショーター選手が一つギアを上げて、はい、前半からねもう本当にレイアップだったりとか、うん、ジャンプシュートとかどんどん狙いに行っていて、で特に第2クォーターの始まりの部分ですかね、琉球がオンワンの状態、はい、外国籍選手が一人の状態の時に、まあ、そこでこう攻めたろうみたいな感じで一気にこうシャノン・ショーター選手がギアを上げていったっていうのがやっぱちょっと流れを作っちゃったなって思いましたね。そうですね、うん、試合が終わった後に大野ヘッドコーチとシャノン・ショーター選手がすごくハグしてね、何か声を掛け合っているシーンがあったんですけど、やっぱり優勝するために必要だって言って呼び寄せた選手がここでね、負けたら終わりの第3戦でファイナルにね手繰り寄せる、あれか働きをしてくれるっていうのは、あ、彼を呼ぶ意味がね分かりましたよね。そうですね、うん、今先ほど層が厚いって話をしましたけどね、はい、第3戦で言うと原修太選手もね非常に得点とか本当に要所要所でスリーポイントとか決めたりしていて、それもやっぱりちょっとなんていうんですかね、このプレーオフならではのラッキーボーイじゃないですけど、はい、一個こう違いを生む選手だったのかなっていうのもありましたね。見ていてやっぱりこうベテランの西村選手とか、本当にその存在の大きさ、結局ねゲーム3も富樫選手が温存できたじゃないですか。そうですね、最後のところね、ああやっぱりねそういうところも層が厚いなって感じました。であとはやっぱり先週もちょっと言いましたけど、エドワーズ選手とかもね、なんかどんどんこう調子上がってるというか、まあ、第1戦で言うと、20得点14リバウンド、はい、まあ、第2戦でもね13得点5リバウンドで、うん、第3戦もね得点では14得点でも本当にディフェンスとかでもね、かなりこうティリ選手とかエヴァンス選手とか守ったり気になる活躍をしていたので、本当にここはやっぱり大黒柱としてこう力を発揮したなっていう感じはありましたね。そうですね、千葉は3度目の正直がかかってるじゃないですか、うん、なんかその思いが花開くかな。そうですね、でまあ琉球はね惜しくもここで敗れてしまいましたけれども、はい、まあ、17、18シーズンではね千葉と第3戦戦って同じようにファイナルで敗退してしまって、うん、僕もちょっとその時ちょうど試合取材してたんですけど、やっぱりねその時もそうですけど、みんな満身創痍で最後の最後までこう戦ってたっていうのがすごく印象に残ってて、田代選手なんかもね取材の時にもうなんか全身こう氷巻いてみたいな感じで体現されてたのをすごく覚えてて、まあ、今回もねクーリー選手であったりとかエヴァンス選手であったりとか本当にもう
満身創痍の中で最後まで戦って、まあ、勝てなかったですけど、やっぱり第2戦も取りましたし、本当に最後の最後まで素晴らしいかっこいい姿を見せてくれたなっていう感じはありましたよね。本当ですよね。ね、キカ選手がいないっていうチームでここまで戦って見せてもらって、やっぱり胸もすごく熱く、なんか揺さぶられるものが琉球ってすごくあるから、私もつい応援しちゃったんだけど、でも見ていて、例えば牧選手とかね、若い選手もすごい成長を見せてくれましたし、うん、絶対これはまた来シーズンに必ずつながりますよね。そうですね、うん、特にやっぱりこのプレーオフですごく成長したのは今村選手だったりとか、うん、田代選手もそうですけど、やはりこうね、翔太選手とかとマッチアップして、はい、どうしてもこのね、外国籍選手とかとやり合わなきゃいけないっていうポジションの中で、すごくやっぱり対等にやり合っていったし、はい、自分のポテンシャルも発揮していたと思うので、やっぱりその辺は自信になるし、来シーズン以降も楽しみになってくるポイントですよね。で、また田代選手のね、今キャプテンでつけられていらっしゃいますけど、うん、やっぱり岸本選手も含め田代選手とこうキャプテンシーをすごく高い選手たちの存在の大きさっていうのも、うん、琉球の魅力だなって思いました。そうですね、本当そうですね、うん、ね、第2戦あれだけこういい感じで終わって、第3戦もね、うん、あと一歩っていうところだったんですけど、うん、本当にでもやっぱりあの沖縄アリーナの迫力っていうのはすごくホームコートアドバンテージになるっていうのは今回すごく分かりましたし、またあれがね、いっぱいになるときどんな感じになるんだろうっていうのもすごく楽しみでしたよね。まあちょっと中立の土地ではないのってあれですけど、ああいう沖縄アリーナみたいな会場でファイナル見たいなってちょっと思いました。本当そうですね。うん、はい、じゃあエリさん、今週の MVP 選んでいきましょうか。悩ましいんだよ、ちょっと待って、今週のセミファイナルの MVP は私は千葉ジェッツのシャノン・ショーター選手に送ります。やっぱりさっきもね、タッキーもお話ししてくれましたけど、第3戦での彼の、もちろん第1戦第2戦も活躍してますけど、第3戦での活躍でも負けたら終わりっていう、うん、そのた、ね、時に、いや千葉に来た意味分かるわっていう活躍をしてくれたのがすごく印象に残ったので送ります。本当一番大事なところでね、一番いい活躍をしてくれましたもんね、このシリーズ、うん、はい、すごかったです。おめでとうございます。おめでとうございます。僕が選ぶ今週の MVP は宇都宮ブレックスのライアン・ロシタ選手イエイですね。おしょ、いや正直本当に予想以上の活躍だったというか、はい、ファジーカス選手を上回る活躍で、第1戦はね、先ほども8得点11リバウンド11アシストということで言いましたけど、第2戦でもね25得点ということで、はい、本当にもう攻守で、うん、キーになる選手でしたし、もう自分が黒子にもなれるし主役にもなれるしっていうところで、本当にもうチームのためっていうところがすごく見えたので、やっぱりロシター選手がこのクォーター、このセミファイナルでは一番活躍度が光ってたかなと思いますね。なんか川崎のビッグラインナップビッグラインナップってすごく言われてたけど、うん、もう宇都宮のビッグラインナップって感じだったもんね。そうですね、本当にファイナルでも活躍を期待したいところですね、うん、かもさ、富山のマブンガ選手来てたでしょ。来てましたね確かに見てたね応援に来てたでしょ。もうマブンガ選手が応援するからなんじゃないのってちょっと思った大機嫌でしたよね。目立ってたよ。ファイナルもね、マブンガ選手が来るのかどうなのか楽しみファイナルになるとマブンガ選手だけじゃなくね、いろんな B リーガーの選手がね、きっと見に来るんじゃない。楽しみですね。じゃあちょっとね、ここからはファイナルについてちょっとプレビューしていこうかなと思いますね。はい、どうなりますか。宇都宮と千葉ということで、これは初めての対決なんですよね、ファイナルで言うと。そうですね、で宇都宮はね16、17シーズン以来のファイナル進出で、
はい、市川は3大会連続ですね。去年はなかったので、もう本当に常連というか強豪の2チームですけど、今シーズンでいうとね、レギュラーシーズンは1位が、宇都宮、2位が千葉ということで、この上位、成績上位2チームが順当にこうファイナルに上がってきたっていう印象ですね。本当順当だよね。まあそうですね。なんかこう宇都宮対川崎を見ていても、もちろんね、また優勝するんだっていう宇都宮の強い思いも感じましたけど、比江島選手がファイナルに今まで、あ、そういえばそうだったなって思ったんだけど、出たことがないという悲願のファイナル進出って、そこにかけるまた個人の思いとかもすごく感じて、まあなんかそういう舞台にたどり着いた比江島選手がどんなプレーを見せてくれるのかっていうのもちょっと個人的にワクワクするし、なんか楽しみです。まあ千葉でいうと、先ほどもね、エリさんおっしゃってましたけど、やっぱり3度目の正直ということで、過去2大会でいうとアルバルク東京にね、舞台を舐めさせられてますから、やっぱどのチームよりも優勝にかける思いは大きいんじゃないかなっていうのはありますよね。はい、で今回で言うと、その今までずっとファイナルの舞台で苦しめられてきたアルバルク東京というチームを、まあ、引導を渡してチャンピオンシップに出場させない、ね、最後の試合は千葉だったじゃないですか。でもうアルバルクもないチャンピオンシップを、あのハードスケジュールの中勝ち上がってきて、まあ、横浜アリーナに帰ってくるわけですけど、やっててくれるかもしれないなっていうちょっと思いがあるんですよね、今シーズンの千葉は。ね、本当にやっぱりこのチャンピオンシップで言っても、最後ね、セミファイナルを沖縄アリーナでしっかり勝ち上がってきたっていうところで、やっぱ一個こう真の強さというか感じましたし、やっぱり今シーズンの千葉は例年以上にチームの層も厚いですし、はい、もう揃ってると思うので、あとはそれをしっかり遺憾なく発揮できるかどうかってところですよね。ちなみにレギュラーシーズンの対戦成績とかはどうなってるんでしょうか。レギュラーシーズンは宇都宮が3勝1敗ですね。おお、なるほど。でこのチャンピオンシップでいうと、宇都宮が平均、この4試合ですね、平均で 91.8 得点、はい、で失点が 75.3 失点なんですよ。はい、で千葉はチャンピオンシップの平均が 89.6 得点、うん、得点は 78.8 失点ということで、実は平均得点でいうと宇都宮の方がね、上回ってるということで、このチャンピオンシップでは宇都宮は本当に得点も好調なので、その辺がどうこう千葉とやった時に出るかっていうところですね。なるほど。そういうことを踏まえて、またこうキーマンになる選手とかっていうのはどういった選手たちになるんですか。僕がキーマンだと思うのはやっぱり比江島選手ですかね。おー、宇都宮で言うと、うん、でまあ、このセミファイナルでもね、どちらも2桁得点してますし、で、まあ、安定した活躍をしてますよね今、うん、やっぱりロシター選手とかピーク選手とか以外の選手がしっかりこう得点取って活躍することで、やっぱり宇都宮ここまで上がってこれてると思うので、そこはやっぱり比江島選手が初ファイナルでしっかり活躍できるかどうか、はい、宇都宮ではそこを期待してますね。うん、逆に千葉だと、逆に千葉だと僕はやっぱりシャノン翔太選手ですよね。うん、で多分おそらくマッチアップの中で比江島選手ともマッチアップすることあると思うんですけど、やっぱり翔太選手の出来次第で千葉のこう出来も決まってきたりする部分もあると思うので、うん、もうね、琉球の第3戦みたいな活躍でこう千葉を導けるかどうかっていうところですよね。そうなんだろうね。またロシター選手とエドワーズ選手の、まあ、代表をね、うん、同士のその対戦でもあるじゃないですか、うん、お互いね、調子も上がってきてますしね。なんかもちろん上げ始めたらね、キリがないんだけど、ね、富樫選手も日本ね、最高のポイントガードとして優勝を果たすのかとか、もういろんなところが見どころ満載すぎるファイナルになりましたね。いや本当そうですね。今は千葉で言うと、まあ、ちょっと気になるのがスリーポイントですよね。はい、スリーポイントがやっぱりこの琉球でのシリーズでは 40% 超えた試合がなかったですし、はい、
やっぱり宇都宮を倒すには外からのシュートが決まってこないとね、うん、まあ、川崎戦でも分かったと思うんですけども、はい、はい、分かりましたやはりそこが決まってこないとなかなかこう勝機が出てこないというところで、うん、やっぱ千葉はどれだけこう外からシュートを決められるかっていうのも一つのポイントなのかなって思いますね。なるほどね、まあ、逆もしかりなんですけど、まあそうだよね、うん、いやどうなるんだろう。でもすごく思うのが、あ、その前に1個聞きたいことある、聞いてもいいですか。いいですよ。あの今回宇都宮は金土で試合が終わりました。で もともとの設定もさ、あのもし3ゲームいってもいいように体力のことも考えてって言って、うん、あえて日曜日を休ませられるような組んできてるじゃない、うん、まあ、もちろん2ゲームで決められたのですごく良かった形だと思うんだけど、もう今度千葉はここ3試合戦ってかなりハードに疲労は絶対多いじゃないですか、うん、しかも沖縄っていう移動距離もあって、その点っていうのはどうなんですか。結構影響はあるとは思いますよね、うん、やっぱり単純に1試合多く戦ってるっていうのもあるし、はい、3日連続で戦ってるっていうのもあるし、で気温差とかね、その気候の違いっていうのも多少やっぱり影響してくるとは思うので、まあ、でも中4日とかあるので、まあ、しっかりこう対応していけるんじゃないかなって思いますけどね。確かに考えてみると、アルバルク東京がワイルドカードから優勝を決めた時は、うん、セミファイナル琉球沖縄での試合でしたね、そういえば。そうですね。しかもなんか月火開催じゃないですけど、ちょっと、うんうんうん、遅くって中の日数もすごい短かったですよね、うん、そうか。じゃあどっちに転ぶかはそれも分かりませんね。泣いてもらってもあと3試合なので最大で。でもすごい今回も思ったんですけど、先週タッキーもおっしゃってましたけど、月曜日の夜にゲーム3があるって、うん、ほんと最高ですね。いや楽しいですよね。うん、今度ファイナルはね、土日で、今度1日、うん、ゲームスリーは火曜日ですね。うん、またまあ来週のこの放送ではね、ファイナルのことをしっかりお伝えできると思うので、また皆さん見てほしいなと思いますね。じゃあエリさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週ファイナル楽しみ最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。